はい、どうも岡田です。本日はですね、家庭でですねできる運動器具ですね、エアロバイクをですね Amazon で購入しましたので、開封して、ご紹介していきたいなと思います。で、今回購入したエアロバイクなんですけども、アルインコのクロスバイク、型番がですね AFB の4417っていう型番の、ブラックのカラーを購入しました。で、今回購入したのはこの本体と、こちらはエアロバイクの下に引くマットになります。これは別売りで購入しました。これは2000円ぐらいで Amazon で販売しているものになります。一応ですね、現段階の価格が 12,990円という形で販売されておりまして、評価も良くてですね、人気のモデルですね。今ですね、自宅にいることが多い人も結構いると思うんですけども、僕もそうなんですけども、家で仕事しているとですね、結構外出ないんで運動不足になるんで、それでですね、手軽に家でできる運動ということでですね、このエアロバイクを購入しました。で、いろんなエアロバイク発売されてまして、機能がいっぱいあるものっていうのはいろいろあるんですけども、今回購入した商品に関してはですね、一番価格も安い金額帯のもので、機能もシンプルなもので、さらにサイズ感もですね、折りたたみができたりとか、そこまで場所を取らないものっていうので購入しました。カラーもですね、このシリーズでいうと黒と白とピンク色の混ざったような色のものもあったりするんですけど、今回はですね、真っ黒のタイプを購入しました。で、価格は安いものですけども、実際にですね、使ってみてどんな感じになるのかなっていうのを試していきたいと思います。気になるポイントとしてはですね、まずですね、こういうエアロバイクで言うと、音ですね、音がうるさいとですね、例えば仕事終わって帰ってきた後にちょっと運動しようと思った時に、あんまり音がうるさいと、近所迷惑になりますし、あと快適性ですね、乗ってて快適にちゃんとできるのかと、運動器具とはいえですね、快適に漕いだりすることができないっていうことになると、それはそれで問題あるので、そのあたりとですね、あとはサイズ感ですね。やっぱり家に置くっていうことで、あんまり場所取ると邪魔になるので、折りたたみもできるということなんで、どんなぐらいのサイズ感になるのかっていうのも見ていきたいと思いますので、まずはですね、こちらの商品の開封の方からしていきたいと思います。で、組み立て式になると思うので、組み立てもやっていきたいと思います。それではやっていきます。はい、ではですね、まずこの大きい箱の方から開けていきたいと思います。はい、というわけでここにある分が、全てのものになります。早速組み立ての方していきたいなと思います。こちらになりまして、組み立て手順1ですね、この本体のところにですね、レッグをですね、後ろと前のところにつけるという感じですね。まずですね、ここですね、この本体にあるこのロックピンを抜いて、これを開くということですね。ではこのロックピンまず外します。これですね、ロックピンを外すと開くようになります。ここ手挟まないように気をつけてください。はい、でロックピンを外した後ですね、開くとまたそのネジ穴がちょうどあるので、そこにですね、こういうね、ボルトでしっかりと固定して閉じたりしないようにするという感じですね。で、めんどくさいんですけど、ボルトで固定して収納するときはまたこのボルトを外して、折りたたむっていうのがいいと思います。なのでさっき抜いたところですね、ここで抜いて、次ここの開いた状態でこのボルトを締めていきます。で、そこでですね、この工具2つを使います。片方をこれで固定して、こっちで回すっていう感じですね。で、これをしっかりこの工具で固定してください。で、その次にですね、この足をですね、取り付けていきます。で、一応ですね、これ後ろと前っていうのがあるので、この後ろの方は後ろって書いてますので、後ろ側につけるということです。で、この漕ぐ部分がですね、基本的には前になると思うので、この後ろって書いてない方をですね、前につけます。で、一応ここにボルトがついてますんで、これを一回外してから取り付けるっていう感じです。これが前の方ですね、ここつけます。で、この取り外したボルトをですね、また新たにつけていきます。ここですね、これをですね、はい、このような感じでしっかりと取り付けます。で、これを後ろ側も、やっていきます。で、これ後ろって書いてる方を後ろに印がありますので、ここにつけます。はい、こんな感じでしっかり締めます。はい、で次、こちらの2番ですね、こちらで、ペダルを取り付けます。で、一応ですね、このペダルも左右のつける位置が決まってます。で、こっち今右側をつけるんで、この右側の右って書いてる方を取り付けます。で、この取り付け方法が一応簡単に書いてるんですけど、
右ペダルの方は右回しに締めて、左ペダルの方は左回しに締めるということで、この方向もちゃんと見といた方がいいですね。はい、右ペダルの方は普通のネジを締める方向と同じですね。こんな感じでまず手で締めていきます。で、ある程度手で締まったところで、またこの付属しているものですね、でこれの、15側の大きい方ですね、大きい方のスパナで締めていきたいと思います。でこれもしっかり締める場合は靴を履いてですね、足でグッグッと締めてもいいみたいです。ただまあ裸足では足でやらないようにっていうふうに書いてます。で、まあ、ある程度しっかり締まったら、OK ですね。で次反対側の左のペダルを次行きたいと思います。で左の方はまたペダルも左なんですけど、右回しじゃなくて左回しですね。で出ないとこう越えた時に外れていくっていう可能性があるんで、反時計回りですね、時計回りには締めないです。でこれも、途中までは手で締めれるので、手で締めて、である程度締まったところでまたこのスパナで締めていきます。でこれも左回しに締めていくと。はい、しっかり締めました。次の項目ステップ3の方ですね、サドルを取り付けますと。でまずサドルの後ろにですね、柱を取り付けるという感じです。ではやっていきます。はい、まずこのサドルの後ろにこれ3つネジ止まってるんで、これにこれをですね付けていきたいと思います。これを固定する感じですね。でまずこれ、一旦外します。で外すとこんな感じで付けれますので、はい、でこれでまたこの工具で締めれますんで、締めていきます。でこのような感じでしっかり、止めていきます。はい、これでしっかりつきました。で次ここにですね、このさっき準備したサドルですね、差し込んでいきます。でまずこれ外します。これをこんな感じで差し込んでいくという感じです。でこれ後で高さ調節はしたいと思うので、一旦はとりあえず適当なところで止めておきます。はい、これで一応ねサドルの取り付けが、完了です。はい、ここまでで一応こんなね本体の土台つけたのとサドルつけたので、ちょっとやや形にはなってきてます。はい、次4番の手順ですね、こちら、これをやっていきます。ハンドルポストとテンションダイヤルをつけると。はい、ではやっていきたいと思います。で一応今こんな感じで、ここからですねちょっと配線、ここに出てます。こういうのがですね、この柱から出てます。でこれを、こういうので固定されてあったので、これと、次ですねこれ取り付けるやつですね、こっち側にもですね同じように、コネクターが出てるんで、こっちですね、これとこれを先に接続するという感じです。はい、こんな感じでこれとこれを接続します。で一応先にこの横のボルトも外しといた方がいいですね。でこの配線を中に入れたままこれを差し込んでいきます。こんな感じですね。でこれ差し込む前にこういう感じで、これをですね外からこういう風に出しといた方がいいですね。こういう感じでこれでこう線を真ん中から通しておいて、ここからですね、こういう感じで、でここにこのペダルの重さとかを調整するやつですね、それをここに取り付けていきたいと思います。で後ろにこんな感じでネジがついてるので、これをまず外してここに取り付けたいなと思います。このこっちの後ろ側からこれでもともとついてたドライバーもこれで反対側についてますので、ここで締めていきます。はい、しっかりこれで固定するとこれが外れない感じですね。であとさっきここを外したここ両方ですね、このボルトもう一回つけておきたいと思います。でこれも同じ工具、こっちの六角の方で締めていきます。はい、しっかり締めるとこんな感じです。で反対側も締めておきます。はい、これで締め終わりました。で次のステップ5ですね、ハンドルをつけていくという作業ですね、それをやっていきたいと思います。ハンドルはですねこんな感じでつけます。サドル側の方にこっちのパネルが行くように取り付けます。で取り付けるのはこのですねボルトとワッシャーがですね、最初説明書の袋の中に一緒に入ってた分ですね、これがありますので、これを2つ付けます。まずは手で締めていきます。でこうある程度手で締まった段階でこの六角で締めていきたいと思います。はい、しっかり締まりました。で、次にですねこの6番と7番見ていくと、表示メーターを取り付けます。表示メーターとあと電池を入れるっていうのがあるんで、この作業をやっていきたいなと思います。
で表示メーターは、こんな感じになってまして、おそらく多分先に電池入れといた方が楽だと思うんで先に電池は入れます。これ開けると単三電池入るので入れます。はい、こんな感じで電池入れて、蓋を閉めます。でさっきつけたここですね、ここにはめ込む感じですね。あとここにですね、こんなプラグみたいなのが出てるんで、これを後でこの後ろからですねこっちの方にですね挿していく感じですね。穴があるんで、はい、でこれで、差し込み完了です。で後ろにこんな感じでね、プラグ挿してますんで、で、最後のこの8番の項目ですね、この項目は、小物のホルダーを取り付けるという感じなのでつけていきます。いらない人は別につけなくてもいいと思いますけど、で小物ホルダーはですねここにこんなんついてるんで、これここにこれを、引っ掛けます。ここでもいいし、ここの下でもいいですし、でこれでここにカチャッとつけるだけですね。でここにスマホとかも入れれますし、ちょっとした小物を入れとけるっていう感じです。はい、というわけで、こちら完成しましたので、ここにですねもうマットを引いて、実際に試していきたいと思います。で一応これ購入したマットがこんな感じで2000円ぐらいで販売しているマットです。はい、一応こんなマットをやっぱり引いといた方がですね騒音対策にもなりますし、床を傷つけないのでマットはあった方がいいと思います。こんな感じですね、結構しっかりめのマットで、これもあの概要欄に商品の方リンク貼っておきますん でしっかりめのですね厚みがあります。はい、というわけでですね完成しましてこんな感じになります。軽く漕いでいきたいと思います。このようにですね運動できるっていう感じです。乗ってみた感じなんですけど、まあ、一言で言うと、まあ、すごくいいですね。思ってた以上にいいです。で何がいいかっていうと、1万3000円ぐらいの金額で購入したので、正直ねどんなものかちょっと不安なところも若干あったんですけど、作り的にも僕みたいに結構ね体重80キロぐらいあるんですけど、80キロぐらいの人間が乗ってもしっかり安定してますし、あとこれまた後で見てもらおうと思うんですけど、この音もすごい静かですね。全然なんか音が鳴るっていう感じはないです。でマットも引いてるんで、マット引かなくても音鳴らないかなっていうぐらいの静かさっていう感じで、まあ傷防止にはマット引いた方がいいと思いますけど、椅子の高さとかもですね変えれますんで、背の高い人とか低い人とか、運動するパターンですね、こう前傾姿勢でやるとかピシッとやるとか、まあそういうのにもいろいろ対応しているっていう感じですね。で一応ですね機能なども見ていきたいと思いますんで、ちょっと説明していきます。はい、まずここのパネルですね、ここまず動き出すと電源入るんですけど、このボタンはもうこの一つだけで、で今ここにですね一番左にこれストップと出てまして、これは今漕いでないですよっていう感じですね。でこのスキャンって今これ出てるのが、ここね、時間と速度と距離とカロリーっていうのがスキャンっていうのが出てるときは順番に流れていきます。でこのモードを一回押すごとに、時間だけを表示する場合とか距離だけを表示する場合とか、カロリーだけを表示するっていうのを、設定できます。なのでこのモニターで見れるものとしては、時間と速度と距離とカロリーということで、この4つの項目は計測しておいてくれるっていう感じですね。なので、心拍数とかはですねこの機械では測れないということです。はい、次にですね、このメモリがハンドルの下真ん中あたりについてるんですけども、これがですねこれ今位置に合わせてるんですけど、これがペダルが軽いっていう形で、これ次2に合わすとちょっと重くなって、これ一番8が一番重たいっていう感じですね。これで運動の負荷を変えれるっていうような形になってます。有酸素運動するんであれば1とか2とかですね、まあ、3ぐらいで、有酸素運動以外で引き締めたりとかするんであれば、こう8とかでやってもいいと思いますし、こんな感じになります。でその下にですねこんな感じで小物入れを取り付けてるんで、例えばこれ携帯だけこう入れたりとかもできますし、ちょっとしたものを入れておくことができます。はい、次ですねこれサドルですね、これもですねここを取り外すとこの6段階でですね高さ変えれます。なんで女性の方から男性の方でも、高さを変えたりとか運動するトレーニング方法とかによっても高さ変えれます。で一応ですね、これここがペダル部分になってます。でこれ音結構本当に静かなので一回ですね試してみたいと思いますので、音聞いてもらいたいと思います。はい、音はこんな感じです。はい、であとこの、エアロバイク自体にですねスマホスタンドっていうのは特にないんですけど、一応試してみたらこことかに普通に置けました。
まあ、ここが正式な置き場所じゃないんで、あれなんですけど、ここにちょうどスポット入ったので、まあ、こんな感じで置くこともできます。これでいくと、こんなんで、まあ今ちょっと YouTube の動画、こんな感じでですね、 YouTube とか見ながら運動することもできるっていう感じですね。映画とかも結構見たらすごく良かったです。あとは、もしタブレットとかつけるんであれば、このハンドルにですねつけれるようなタブレットスタンドとか、そういうのをつけると、いいと思います。はい、こんな感じでね使えるので、すごくいいと思います。で、あとこういうね、喉乾いた時とかにドリンク、準備しておきたいと思うんですけど、こんな感じで一応この、まあ、これも正式な置く場所じゃないんですけど、このサドルの下のところに普通に置いて走ってもいけたので、ここにドリンクとかをスポッとはめ込んでおくっていうこともできます。まあ、正式につけたい場合はここの柱とかにドリンクホルダーみたいな別でつけてもいいと思いますし、そういうねカスタムもできると思います。はい、というわけでですね、使ってみた感想をですねまとめていきたいと思います。最初に言ってたようにですね、まあ、すごく安いエアロバイクなんですけども、まあ、結論から言うとすごくコスパが良くておすすめかなと思います。まず第一にですね、音ですね。音がすごい静かでした。で、試してみた感じ本当にすごく静かな音でどんどん響いたりすることもないかなと。で、このマットを聞いていれば、なおさらそういう音も静かになると思うので、仕事終わりに運動するとか、朝起きてすぐにちょっと軽く漕いでみるとか、軽く運動するとかっていうのにはすごくいいかなと思います。で、まあ、映画見たりとか音楽聴きながらとかも全然できるので、本当におすすめかなと思います。一応ですね、時間とか距離カロリーっていうのを測ったりするのもついてますし、で、この負荷も重くしたり軽くしたりっていうのもできます。で、あとは重さもそこまで重たくないので、頑張れば普通に女性の方でも普通に一人で持ち上げれますし、男性の方だったら全然一人で余裕で持ち上げれると思うので、移動も楽ですし、あとここの真ん中のピンを抜くと折りたたみもできるので、場所を取らないっていうので使えるのが非常にいいかなと思います。で、今回はですね、このブラックのモデル買いました。買ってみた感じで言うと、このカラーすごくかっこいいなと思いました。全然ね、なんかそんな安物っぽい感じもそこまでしないですし、全部黒っていうので、部屋のインテリアとかにもですね、男性の方とかだったら、まだ合いやすいんじゃないかなと思います。で、組み立て自体もですね、そこまで難しくなく、まあ、説明書通りにやれば問題なく組み立てができます。で、あと一応ですね、この説明書の中にですね、トレーニングの、簡単な仕方とかですね、トレーニングの前のストレッチとかですね、あとトレーニングする時のですね、ちょっとした説明もいろいろ書いてます。例えばこのどういう運動をするかによっての有効な心拍数とかですね、こんな感じでやってみてくださいみたいな表記があるので、まあ、ダイエットを目的にしているのか、負荷をかけて体力作りをするのかとか、そういうことによってもですね、どういう速度で走った方がいいのかっていうのが、書いてたりしますんで、この辺もね参考になると思います。というわけでですね、まあ、総合的に見てですね、今自宅でですね仕事している人とか、まあ、運動不足で外で運動とかなかなかできないっていう人はですね、このエアロバイクとかでですね、軽い運動っていうのをやるのにはすごくいいかなと思いますんで、ぜひよかったらですね、リンクの方も貼っておきますので、詳細とか見てみてください。というわけでですね、本日はこのエアロバイクのご紹介をさせていただきました。普段僕のチャンネルではですね、ガジェット関連ですね、カメラとかパソコンとかゲーミングデバイスとか、そのような、ガジェット関連の動画を、多数上げてまして、まあ、その中にこういうエアロバイクとか、ちょっと便利なグッズとかいろんなものを上げてますんで、もしよろしければですね、チャンネル登録していただいて、他の動画もよかったら見てみてください。あと、もしよければグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。それではですね、本日はこんなところで終わりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。